あと1分で出ますが、今日もね、あの6時以降、毎日、ここ、JR 鳥取駅前でね、午後の2時、そして夕方の7時、毎日、外線の先生たちですが、これからもね、選挙日、そして今ね、週の2時、この時間ですね、毎日、そして夕方の7時、お話を聞いていただいて、いろんな意見ね、いろんな考え、ぜひともね、ブログの方にもホームページもありますので、スタジオの方に、応援上ね、ホームページ、ブログ上ではね、させていただいてますので、ぜひとも幅広い意見、考え方、これをね、伝えていただいたらありがたいと思ってます。ではね、今日の会見で始めさせていただきます。まずね、ご存知の方はおられるかもしれませんが、一応ね、簡単な自己紹介、初めての方もおられると思うので、毎日やっております。私はね、生まれは宝塚、兵庫県の宝塚、宝塚会議で有名です。宝塚で言いますね。保育園、幼稚園以降はね、安佐南の緑、ご存知の方がおられるかもしれませんが、緑小学校、今はね、お話になりましたが、もうどうぞね、そしてね、僕はでも、もう、ビデオ上で、マッチョさんで、もうね、当時はね、川と、もうね、二人しかなかった。だからね、私はね、今の先生の公演になってるところで、もうね、今日はね、もう、先生なんかね、もう、泳いで、ね、お話しして、もうね、見つけて待って、ちょっとね、今は飛んでました。まあ、その思い出がね、なかなか、ね、今は、現在は朝日大学で新居所を入れております。で、合わせてね、2000年開校期始めると同時にデイサービス、小さいですけどね、デイサービス、そしてね、デイサービスの宿泊生のサービス、そして中産新事業所、開校期ですもんね、開校期のサービスもね、合わせてます。これはね、私はまあ、私がね、医者をやってやったので、やっぱりね、一人対策です。やっぱり、この私が一番興味があった分野なので、こういう形でやってます。まあ、そんなところがね、私の方々はご紹介します。で、問題であります。毎日、3回か説明させてもらったけども、毎回お話しするのは、冒頭にお話しするのは何かというと、これはね、政治家、特に国会議員というのはね、全国民と有権者、そしてね、有権者のお子さん、お孫さん、そのね、全員の命、みんなのね、命を預かってる。だからね、政治家っていうのはね、誰でもやって、やらないっていうことじゃない。私は一発用だ。政治家、国会議員になる上で、必ず必要な一発用途。この用途を見てね、皆さん、政党じゃない。もう政党なんかもうるさい。政党じゃなくて、それぞれの立候補者の、これをね、しっかりと見極めて、公約を投与してほしい。でね、さっとね、私が先から言ってる、国会議員、政治家の、それとは何や、やっぱり一つは、これはね、先から言ってる、死者、もう一度は死者。これがね、言葉が政治家、どういうことかというと、死者、納められるもの、まあ、国会議員の大臣がね、死者と納められるものと、納められる。これで、ね、どうして結局ね、政治家なのか、会議は国民にとって止めるものも貧しいものも結局ね、人々の立場になる、こういうね、人々の立場になる相手のことが分かる、真剣がない、これが絶対必要。これが政治家の今のね、会社会のいろいろな国民と私はね、はっきりしたため、何かというと、与党一番ね、だからね、裏返しで研究に職務を何か取ったとしても、はっきり言ったら、ね、裏返しで無駄ないという問題。こんなね、自分たちがね、職務として動いたい。そしてね、野田、野党ね、野党も研究で、ね、与党は否定するけども、裏返しで問題してるんですよ。
反省してるし、思えないです。しかし今、変企画、そして企画だと、温泉地、温泉選手が必要な、そして私たちの、これはね、10年、一年先、皆さんも方、有権者のお子さん、お孫さんの、こんなね、こんな。
題は輸出の日本産である。こういうことになります。いいですか。今のこの条文会は国会なんですよ。国会が国権の最高機関なのに、これ何何かに通して来たのに、もうまったく瞬間で解放できる。こんな大した国会はね、何かにポチですよ、ポチ。奴隷に情けない。情けないで、今の世の国会に。もちもちっともう解散したんで、結局言うままに、国権解明状態と、おばかのない状態の、一番言うままに、のだもね、どこどこ解散して、じゃあ、中流で、まあ、こいつは、私はね、こんなね、日本国憲法、戦争の憲法、ひょっとしたら、多くの国会知らないんです。だって、素人多い、ほとんどね、戦争に来たり、ただ単に間違えて、国権来たんだから、だから自分たちがやってることなのか、日本憲法に属してるかどうか、全く理解してるやつはほとんどいないんじゃないかと。だからね、私はね、ルールルールのね、この間、一番、そしてね、その中で、お互いルールルール、たまたまね、今日ね、だけじゃないんです。自民党の支持を増やした、支持連が、支持連だけ、一番がね、私たちはルールを守る、こんなね、実験のことになる。こっちだったらね、実は本当に一番大きいことだと。こういうのがね、完全に法律なんて、法律なんて、憲法じゃないと。結局ね、勝ったら守るって法律っていうのは、法律はね、国会って言うの。問題なんですよ。これね、自分たちが、こんな法律を守るのは、我々だけの問題なんですよ。こういうものを守らんじゃなくて、こんなのは、
Right.
最近撮ったから、やりたいことがあるというと、これね、あの10代と20代の、あの、サンバのロボさんとか、おばさんとか考えたら、これはね、自給自足、自給自足の社会、自給自足のコントを早く作ってあげると、今回のコロナウイルスが、もう、海外に出勤したんでしょ、もう、ね、今からデザインをどんどん取って出勤してきたい。ここがね、もう、もう国境が閉鎖になってほしい。もうね、どうなるか知らないですよ。どうなるとね、じゃあ、もうね、国内の、そして国民、どうなるだけでも、とにかく、生き長いわよ。もう、社会的に、エネルギーを進めてる。でもね、それで意外と勝った。意外と勝った。日本は恵まれてる。もう、農業。そして、周りの方に養殖もできる。だからね、できる。でね、その中で、私は、一つ言っておきたいことは、エネルギー資源としては、原発は、私はね、もう、早く廃炉にすべきだと思う。これは皆さん理由は分かってると思う。ね、福島第一原発、もうね、1960年に起きましたね、東日本大震災で。その時に、福島第一が、被害に遭って、もうそれでね、今、大変なことです。で結局ね、もう、シクラムですよ。もう、宇宙弾頭になったときに、中の全部に放射線物質が1グラムを取り出せない。同じのに失敗した。結局ね、もう何個も全部に取り出さなきゃいけない。まだ10年経ったら1グラムも取り出せない。これね、科学って無理だろ。だからね、もう科学ってのは限界なんだ。だからね、原発の人は、これからね、きれいにないないないと知らない。そして、何か過去で、ちょっと待って。
民を助かる政治家の人たちは思い切ってなくて歴史をね、歴史を紐解いてこの中から失敗の記憶を紐解いてその中で未来を考えていく、これがこの姿勢がないと無理なんですよ。でね、ご自身で言って立ってるから、私が政治家